百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。始ますか。おー、今日は打つとき、踏み込むときに右足が高く上に上がっちゃう悪い癖の話をします。右足が高く上に上がっちゃうっていうのはやっぱり初心者に多いんだけど、これはね、あんまり良くないことなんですよ。なんでかっていうと、高く上げた足っていうのはまた下ろさないといけないでしょ。だから時間がかかるわけ、打ちが遅くなるんだよね。大抵の場合っていうのは、この右足が高く上がる時っていうのは手も一緒に上げるよね。だから手と足が連動してつられて大きく上に上がっちゃうわけ。こういう大きい動きになって、どうしたって打ちが遅くなります。原因の一番目っていうのは、やっぱり遠くに飛ぼうとする意識から来てるんだけど、右足を高く上に上げないと遠くに飛べないって思ってるからなんです。もう一回言いますよ。右足を上に高く上げないと遠くに飛べないと思ってるから、これ実は間違いなんです。距離を出そうとしてるわけ。同じ理由で強い踏み込み、ダーンっていう強い踏み込みをやろうと思って上に上げちゃうっていうこともあります。これも同じ理由ですよね。右足が上に上がることで遠くに強く踏み込めてると思ってるんだけど、それこそが大きい間違いだってことです。右足が上に上がってしまう人の踏み込みっていうのは、これ右足、これ左足ね、こっち向いてます。いきますよ。まず踏み込む時に右足がもう上に上がっちゃうんです。この場から上に上がって前に行ってドン。もう一回いきますよ。上に上がって前に行ってドン。これ悪い例ね。右足が上がっちゃう例で、上手い人の踏み込みっていうのは最初が違うんです。右足が上じゃないんですよ。上じゃなくて滑らせるように右足を前に出るんです。前に出て当たる時に上下の踏み込みドン、スードン。全然違うでしょ。例えば道の真ん中に消しゴムがあったとします。その時に足を高く上げる癖がついてる人っていうのは何ら問題ないです。上げて前に出てこういう踏み込み、こういう踏み込みをしてるからなんだけど、上手な踏み込みの人はこの消しゴムに足が当たっちゃうんですよね。スーだから、もう一回いくよ。スーだから、で、この消しゴムに足が当たるような踏み込みが上手な人です。さらに悪いことに、右足が前じゃなくて上に上がっちゃう人っていうのは、相手にとにかく動きを読まれやすいんです。この上がる動き、膝がどっち向いてるかっていう動き、タイミング、全部見られちゃうんですよ。だから相手に動きをバレないように、できるだけ右足は床スレスレを滑らせるように前に出すんです。2番目の原因っていうのは、この左足ですね。左足で床を押す方向が違うんです。方向が違う。どういうことかというと、右足が上に上がっちゃう人っていうのは、左足で床をどっちの方向に押してるかっていうと、下に押してるんです。下に押すから右足が上に上がっちゃう、こういう動きになってるんですよね。こういう動きになっちゃってる。じゃなくて、正しくは左足で床を押すんだけど、それはやっぱりね、後ろですよね。後ろに押すと体全体が前に出ます。右足も低いままさっと出すことができる。左足の床を押す方向っていうのは後ろです。直し方としては、やっぱりね、遠くに打とう遠くに打とうと思って、届かないところを打とうと思って、どうしても右足が上がっちゃうってことが多いので、まずはね、近い間合いでいいと思います。近い間合いでいいので、右足を上げずに踏み込む練習してみてください。これが一番いいと思います。近い間合いで右足を上げない踏み込みの練習をすると。例えば、こんな新聞紙とかタオルでも何でもいいんだけど、目の前に置いて、ごめんなさいね、靴履いたままで。これをまたいじゃうような踏み込みだと、足が上に上がってるってことなんです。やりたいのは、足を上げずに、この新聞紙を蹴り出すようにして、最後踏み込む。必ずこの新聞紙を前に蹴ってから踏み込む。これなくても、上に上がるんじゃなくて、前に蹴り出して踏み込む。いかがでした？今日は踏み込む時に右足が上に高く上がっちゃうのは良くないことなんだよって話をしました。その方が遠くに飛べてる気がするんだけど、実はこれは悪い癖です。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで、見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。